225丁目駅は、ニューヨーク市地下鉄、IRT ホワイト、プレーンズロード線の駅である。ブロンクス区、ベイクフィールドの東225丁目と、ホワイトプレーンズロードの交差点に位置し、2系統が、終日、5系統が、ラッシュ時混雑方向へ向かう一部列車が停車する。駅は1917年3月31日に、IRT ホワイト、 プレーンズロード線の東219丁目駅東238丁目駅間の延伸開業とともに東225丁目駅として開業した。駅は観光線2線と急行線1線、相対式ホーム2面を有した2面3線の高架駅で2005年や秋に一度改装が行われている。中央の急行線にホームはなく定期旅客列車の通過はない 南北ホームともに赤い屋根がある他緑の柱とガラスで構成される外壁がある。またホーム両端に外壁はなく代わりに黒いフェンスが設置されている。駅名標はニューヨーク市地下鉄で標準の黒地に白のものが掲げられている。駅には2006年にニッキー・エン・ライトにより制作されたアートワークス・ユニバーサル・シティが飾られている。これは ホーム外壁のステンドグラスにより構成された作品で、構成や星座、惑星など天文学に関連したものをモチーフに描かれている。当駅はホームの下に改札外があり各ホームから、それぞれ2つずつ、計4つの階段が接続している。改札口は2カ所あり、北高ホーム側には2つの、帯状専用回転式改札機が、南高ホーム側には3つの回転式改札機と、 非常用で入り口がある。改札外には切符売り場と地上への二つの階段があり、一つはホワイトプレーンズロードと東225丁目の交差点北西に、もう一つは同交差点南東へ接続する。ありがとうございます。